僕が今いるのは台湾のリゾート地崑陵です。聞いたところによると、この澄んだ海水の下には古代帝王も愛したという珍味が隠されています。それは一体何なんでしょう。一緒に見に行ってみましょう。こんにちは。ようこそ。聞いたところによると、ここではすごい貴重な海産物を育ってるって聞いたんですけども、それは一体何なんですか。ここはアワビ種苗の養殖場です。でも全然そのアワビの姿が見えないんですけど。ここでは卵が孵化した後、オスとメスの受精卵を掛け合わせます。良いものを選び、だいたい 0.8 センチから1センチぐらいになるのを待って池に放します。今はアワビもトコブシも見えません。それは光を嫌って石の下に隠れているからです。しばらくしたら石を持ち上げます。そしたらアワビのトコブシも見られますよ。これ全く見えないんですけど、中にどのぐらいいるんですか。だいたい 2,3 万個です。この中に2万から3万のそのアワビの赤ちゃんがいるそうなんですけども、これってでも見ることってできるんですか。今なら見られます。石の下に潜んでいるので活動力は旺盛です。ただ光を怖がるので水から離れると強く吸い付きます。ですからこの道具を使ってこじ開けるんです。こんなに小さいアワビの赤ちゃん初めて見ました。ちゃんと普通みたいに動いてるんですね。今でこのぐらい何ヶ月ぐらいなんですか。去年の10月頃に孵化が始まり、これまでの 4,5 ヶ月で 2.3 センチくらいになりました。あと20日ほどで 2.3 センチから 2.5 センチくらいになったら海辺の養殖場に放します。海辺の養殖場で育てる方が効率的ですし、カニやロブスター、タコなどに食われることもないので、稚貝の死亡率が低いのです。見てください、これ本当に今もうここに出しただけですごい生きのよ、元気がよく動いてるんですけども、見てください、はあ、ひっくり返ろうとしています。あ、これって今こうひっくり返ろうと一生懸命にやってるそうなんですけども、剥がしてみてください。ほら、初めて撮るんですけども、こう動いてる。あ、本当にもうこれ触ったところからあれですね。もう、あ、こんなに小さいんですけども、本当に何ですか、吸い付く力すごい強くって、今剥がしたんですけども、その吸い付く力まさに感じることができました。じゃあ今からこの海に戻す分を取るお手伝いをさせてもらってもいいですか。では実際に水に入って石の板をひっくり返し、海辺の養殖場に放せる大きさのものを取ってください。わかりました。じゃあ早速ちょっと水の中でお手伝いをさせてもらいます。はい、じゃあ、お、滑るから気をつけて。お、いや本当にこれすごい滑りやすいですね。慎重に、まあ、歩かないといけないんですけども、わ、結構いますね。いや、もう初めて、こんなに元気がいいアワビって初めて見たんですね。なんかアワビってもう岩にくっついていて歩かないっていう、動かないっていうイメージがあるんですけども、ここのなんかアワビはすごい元気がいいですね。こういうのも全部大丈夫ってことですよね。これなら海に放してもいいでしょう。この殻の色から死骸が何を食べているかが分かります。餌の種類が殻の色に現れるのです。そこに海藻があるでしょ。これですか。そう、この海藻を食べているのです。これはシラモです。殻はシラモの色を呈しています。シラモが餌なのです。私たちはこのシラモをきれいに洗ってから池の中に放って与えます。でもこれいつ食べるんですか。もうなんか全然食べてる様子はないんですけども。アワビは光を嫌い、日中は石の下に隠れています。夜になると石の上に出てきて餌を食べます。アワビはこの海藻を食べているんですよ。じゃあちょっと今から収穫のお手伝いをしたいと思います。これを彼らが動いてる時に素早くこじ開けます。わ、
すごい張り付きますね。すみません、これ1日にどのぐらい取るんですか？人手が多い時には1日で20万個から30万個取ります。運搬には活魚車を使います。酸素を送り込む活魚車に乗せて海辺に運びます。これはまだ赤ん坊の段階で生命力は強くありません。そこで効率を上げるため作業員を増やし、アワビが水から離れている時間を減らし、短時間で海へ放します。まあ、抵抗力が弱いということで、本当にこの水から出している間すごい短くしなきゃいけないということなので、じゃあ僕も急いで収穫のお手伝いをしたいと思います。今水の中に人影が見えるんですけども、何をしているところなんですか？今潜水員がアワビやトコブシを取っているところが見えます。トコブシは石の下に隠れているため、潜水員は石を一つ一つ裏返しているかどうかを確かめます。こうしてようやく大きめのアワビやトコブシが見つけられるのです。アワビやトコブシを取ったら、今度は石を動かして池の底をきれいにします。池の底には泥や砂があるので、掃除機の原理を応用し、泥や砂を吸収してアワビなどに清潔な環境を提供します。いや、そこで今もう結構取られて、ケース箱の中にはいっぱいになっているんですか？これで大体の量が取れたので、トコブシアワビを引き上げます。おお、皆さん、これこのケースにすごいいっぱい、いや、もうすっごい、これすっごい重さなんですけども、大体これで何個ぐらい入ってるんですか？大小合わせて600個から700個ぐらいです。お客さんが必要な大きさとは異なるので、お客さんのご要望に応じ、希望される大きさのものを選んで、そして分別するんです。皆さん、これ見てください。これ本当にもう生きがいいんですけども、先ほどすごいこんなに小さかったアワビがもうこんなに大きくなってます。大体これでどのぐらいの何ヶ月ぐらい経ったものなんですか？大体24ヶ月ですね。大体これで2年ここで育てたアワビだそうです。これで大体13ヶ月から15ヶ月ぐらいです。今からアワビとトコブシの、違いを教えていただけるそうなんですけども、ご覧ください。皆さんから見て右はアワビで、左はトコブシです。この肉の色から見分けることもできます。アワビはヒョウ柄で、トコブシは灰色です。アワビの殻は表面が粗く、穴がまるで火山のように突き出ています。一方トコブシの殻は滑らかなんです。じゃあこれ今から大きさによって分けていくということですね。先にアワビとトコブシを分けて、それからそれぞれ大きさで分けます。その後でカゴに詰めて彼女に渡します。これもすごい大きいですね。これもアワビです。殻が鋭いので、持つときには怪我をしないように手に注意してください。まあ、こちらがアワビで、まあ、こちらがトコブシということなんですけども、結構ねアワビも大きさがちょっとあるんですけども、例えばこういったこのぐらいの大きさのものでいくらぐらいになるんですか？1キロあたり1200台湾ドルぐらいです。じゃあこっちのトコブシの方の金額はいくらぐらいになるんですか？だいたい700から800台湾ドルぐらいですね。皆さんすごいスピードで分けられてるんですけども、アワビもだいぶ大きさが育てる時間が違うっていうことですか？時間はだいたい同じです。中には成長が早いものや遅いものもあります。これって1日に何回ぐらい上げられるんですか？潜水員は毎日6時間潜ります。だいたい毎日カゴで5、6杯分採集します。でもこんなに立派なアワビに育つにはすごいいい環境で育っているかと思うんですけども、
毎日の餌の与え方が違います。私たちは潮水の違いを見て餌を与えます。また水温にも注意しますし、アワビの酸素含有量やアワビと水の流動性の関係にも注意します。アワビには清潔な水質が欠かせません。水温が高すぎてもいけません。これらの条件に注意が必要なのです。また池の底を清潔に保つ必要もあります。では一緒に養殖の様子を見に行きましょう。はい、お願いします。この装置はなんかいろんなところについているんですけども、何をするものなんですか？これは餌の海藻をまくのに使います。海藻が消防の水のように噴き出します。これによって全体を慣らして餌を与えることができます。実はこれは改良した方法なんです。以前は作業員が手で餌をまいていましたが、それでは大量の人手がいりますし、手を怪我することもあります。そこで噴射方式を採用することにしたんです。これなら時間も労力も省けますし、作業員も疲れません。また餌まきの時間も短縮できます。またこの方法なら平均的に餌がまきます。この方法により餌の量を管理することもできるんですね。例えばこれ餌をやる時間とか決まってるんですか？時間は決まっていません。毎日餌を食べる状況を確認します。もし今日餌を与えてアワビがすぐにこれを食べてしまった場合、再び餌をまいて食べさせます。それではちょっと僕がやらせてもらってます。はい、ここは開け、はい、おっ、はい、皆さんこれ見てください。中にもう海藻が入ってますね。では始めます。おこれ、いや、すごい力で飛ばされてるんですけども、皆さんこれ結構力がいりますね。コツがあったりするんですか？たった一つ注意することは、餌を与えすぎないことです。どこでも餌の量が一定でなければいけません。できるだけ平均的に与えるようにして注意しているんです。いや、本当平均的に餌をあげるっていうんですけども、結構これ難しいですね。これ水の勢いが強いんで、何ですか、ホースもちょっと水でかなんか硬くなってるんですね。なので本当に操るのは結構大変なんですけど、これを本当に何ですか、まんべんなく平均的に餌をあげるっていうのはやっぱすごくコツがいりますね。帰りましょう。はい、本当に何ですか、自然の環境の中で育てているので、本当に養殖と野生のもの半分半分のものができるという感じです。例えば餌の料金っていうのは結構かかるんですか？場所が広いので準備する餌の量は多めにしておきます。ですからコストがかかりますね。例えばこの1箇所でも毎月の餌のコストは25万台湾ドルぐらいです。いや、その餌の量だけでもそれだけかかるって、いや、それもすごいですね。アワビにとってはどういう影響が出るんですか？私たちのような養殖方式はいわば放牧です。餌を食べるよう強制はしません。餌をまいた後は中で餌が食べられるので、外から魚やエビが入ってきます。すべての水域を開放していますので、ここの生態はバラエティに富んでいます。アワビも食べたい分だけ食べれるという、本当に野生の状況と、同じ生活環境が整っているので、本当に出来上がったアワビもすごい、野生のものに近いという状況なんですけども、これってどのぐらいの大きさになっているかって、今アワビ見ることができますか？もちろんです。一緒に行きましょう。水が冷たいので覚悟してください。いや、ここ出してくれるのかなと思ったら、なんか自分で水の中に入ってみなきゃいけないということなんですけど、これ本当に水の中に入れるんでしょうか？ちょっと心配なんですけど。では行きましょう。はい、はい、それではこれから水の中に入って、皆さんがどういう仕事をしているのか、水の中がどういう環境になっているのかを、見に行きたいと思います。今から水に入って
潜水員の仕事ぶりやアビが育つ環境をご覧ください。はい、わかりました。じゃあ行ってきます。一気に入ったら冷たくないですよ。行くよ。水の温度に慣れると全然平気なんですけど、いやこれ今見たら上からでは見えないんですけども、この広い中に一枚一枚本当に縦に岩が並べてあるんですね。なのですごい枚数だと思うんですけど、この中に敷いてある岩の枚数ってもう数えきれないほどですよね。6万から7万個ぐらいです。人の手で一つ一つ並べました。先ほど水中でウニを見ませんでしたか？いやいや、もう全然そんなウニもいるんですか？中には餌があるからいろんな生物がいますよ。ロブスター、イカ、タコ、カニ、それから魚も入ってきます。だからいろんな生物がいるんですね、ここには。もう全然震えが止まらないんですけど、こういう厳しい環境の下で、取ったアワビ、本当にすごい分厚く、本当に丸々と肥えていて美味しいアワビができていると思います。今もね、まだ本当に作業を続けていて上がってこないんですけども、ここの水温は地上より高いはずなんです。ですから水の中に慣れているんです。戻る必要ありません。戻るとかえって寒いですよ。この中で6時間作業するってのは本当に大変だと思います。今ここに2種類あるように見えるんですけども、これはなんか違う種類なんですか？成長の環境が違うので餌も変わります。食べる海藻が異なります。アワビの様子もまた様々です。左側のこのアワビは台湾の東北地区の海域で養殖されているので綺麗です。殻の表面には何も付着しておらず綺麗です。こちら側は成長の環境がやや悪いため殻は汚れています。例えばフジツボなどいろいろな付着物が見られます。水域の環境が良くないため水質が悪くこのようになってしまうんです。私たちのところは循環や水質が良く汚染の問題がありません。ですから養殖されたアワビは品質が優れているんです。ではこれからアワビを焼いて食べましょう。海の味はきっと気に入っていただけますよ。今から焼いて、その、アワビのそのままの味をいただけるそうです。楽しみです。このように焼くだけの簡単な料理です。手間暇をかけずアワビ本来の海の味と甘さと新鮮さをトモさんにも味わっていただきます。全然味付けしないんですか？全く味付けしていません。なぜならもう砂を吐かしているからです。内臓も食べられます。すべてきれいですから食べてみてください。このだけ丸ごと一匹食べられるっていう体験はすごい貴重な体験だと思うんですけども、じゃあ早速いただきます。これって全然味付けしてないんですよね？全然味付けしていません。海底から取ってきて砂を吐かして簡単に焼いただけです。十分に美味しいんです。いや、まずこう何ていうか感触食感なんですけども、すごいプリプリしていて歯ごたえがあるんですね。しかもすごいもっと驚いたのは、これちょうどいい塩味がついてるんですね。これでこの塩味はどこから来てるんですか？この塩味は海水の味です。全然味付けしていません。いや本当にこれ海水のしょっぱさっていうんですけども、いや本当にちょうどいい塩加減で、この内臓もいただきたいと思います。内臓も全然臭
臭くないですね。もっと臭いかと思ったんですけど、全然あの臭みもなく、すごいなんかのこ濃厚なアワビの味がします。ここの水域で養殖されて清潔だからです。それにきちんと処理されているので生臭さが全くありません。それからもしこれを火で炙るときは、この内臓を取り出して、おかゆと一緒に煮ても美味しく食べることができますよ。あのアワビがこんなにプリプリしてるなんて思いませんでしたね。本当に昔食べたのは本当に薄く切ってあったので、本当に食感もそんなに感じられなかったんですけども、やっぱこれだけ丸ごといただくと、本当に何ですか、弾力性もあってすごいあの美味しいです。今日は皆さんにアワビの養殖をご紹介しましたけども、こんなに小さなアワビが、まあ、ここまで大きくなるのに3年かかるって皆さん知っていましたか。先ほど見ていただきましたが、まあ、その養殖時間だけでなくお金もかけ、本当にね手間暇もかけ、まあ、一つ一つあの大事に養殖されていましたが、本当にね今日食べた養殖のアワビ本当に美味しかったです。